はい、どうも皆さんこんにちは、カンです。ということでね、まず見てください。これいくで。従来のやつな。従来はこう点決めて切り替わるときに真っ黒になってたやん、こうやって。それがさ、これうーんってなってね。すごない。俺ちょっとびっくりしてんけど、前まであの黒いやつめっちゃ嫌いでさ、なんなんこれってなってたのにさ、なんかジューンに変わっててん。ちょ、もう一回見よう、もう一回ジューン、ほら体横にスライドされるやろ、勝手に。やばない？ちょ、マジでめっちゃテンション上がってんねんけど、俺だけなんかさ、アブデかなんか来た時にさ、この黒くなったやんか、みんな覚えてるなんかその前は黒くなってなかったやん、このポイントまたぐ時にな。でもそれが黒くなって批判されて、多分これに変わったんやと思う。でもな、これが変わったんな、ほんまに。俺が昼飯食ってる20分ぐらいの間に変わってん。白手に合ってて、ほんで、まあ、ご飯食べる時はまあ別にゲームせえへんやん、まあそういう時もあんねんけど、ほんでご飯食べ終わってまた白手にしようと思ってやったら、ジョーンに変わっててん。え、これ俺だけ？え、前からなってた？もしかしてそんなこともないやんな。うん、え、でも何の予告もなしにこんなんて変わるもんな。ジョーン、あ、またやった、ジョーンアホみたいな俺。え、でも普通にびっくりしたよっていう動画でしたえ、これだけで終わったらあかんやんな。何個か説にたわしていこうかな、こうやって。あー、ほんでやっていこうかな、たわね、全然エレンとかさ、リヴァイ下方こうへんからさ、ずっとタワー放置してたのにさ、もうこうへんから、もうついに昨日しびれを切らして行ってしまったよ、タワーにもうなんかな、リヴァイとかエレンで倒されるの嫌やからさ、やってなかったのにさ、全然下方こうへんからさ、遅くない？あれ下旬やったっけ、中旬やったっけ。下旬か、さすがに。じゃないと中旬やったらもう遅すぎるもんな。だって今日何日よ、25日やで多分。うん、25日。ほら、あえて全然こうやん、どうしたこんな時間やからか、お昼やからか。いや、ほんまな、25日で下方コンってやばない？もう遅い、言われてからもう1週間ぐらい経ってるやんな。もうあかんでな、何回リヴァイにやられてることやら。エレンも普通に強いしな。俺エレン持ってんねんけどさ、新エレン、それを編成に入れへん編成で今言ってんねん。え、意味わかる？あの新エレン持ってるけど、それを編成に入れてないね今。ほんだら全然語れへんエレン対策のキャラ、なんで対戦相手見つからんの、やばない。とりあえずね、何話してたっけ。そうだから新エレン強すぎって話やな。うん、全然相手ごめん。え、なんなん、俺これ10分間ずっと喋り続けて終わりとかやったら嫌やで。俺もう話すことないでいや、ほんま、え、今日って何曜日？木曜日とかかな。俺さ、だからさ俺いつもさ、3時から筋トレして、ほんで4時半にからご飯食べて、ほんで5時に家出て学校行くっていうリズム取ってんねんやんか。けどさ、新エレンが下方来たらすぐ動画作りたいねん俺。だから4時に待機してんねん、ずっとずーっとだから筋トレできてないねん。もう俺かれこれ4日ぐらい筋トレできてないねん、マジ腹立つわいや、だから俺今日な、あの2時からしたら思ってんねん筋トレ。何時今？12時半やろ。うん、2時からしたら思ってんねん。全然相手こえへん、なんじゃこりゃどうした？え、俺隔離された？俺何もしてへんねんけどどういうことですか？いや、ほんま、は？やばない？え、どういうこと？俺こんなレート低いのに隔離されたん？え、隔離ってなんで起こるんやったっけ？え、ほんまに来おへんやん。え？え、信じられへんねんけど、どういうことですか？信じられへん。てか今日あれやな、千葉県あれやな、生忘れた、地震来たらしいな。朝起きたら LINE ニュース11件巻き取ってさ、うおーってなったよめっちゃ LINE 来てるやん、回数めんどくさいなと思ってた。あー、入ってきたと思ってたら、え、何やったっけ。あ、そうそう、 LINE ニュース、そうだから LINE の通知めっちゃ来てるやん、20件ぐらい来てるやんと思ってさ、お返すんだろうとか思って見たら半分 LINE ニュースみたいな。ほんで
公式の LINE も何個かあったから、実質返した2人だけ。2人からしか別に LINE 来てなかったから全然何もなかったってな感じ。ほんでまあやっと試合できるのはよかったわ、ほんま。ずっと喋り倒して終わりやと思ったわ。おー、レートが低い。強ないキャラ、キャラ強くないですか。プレミをなぜ入れている。プレミをなあ、エレンとかおらんと言わない。あーでもオーガの SS 回転率化け物になるとかそういうこと。え、なんでオーガで来んの。やんな、オーガで来るやんな。うんうんうん、当たり前や。よし、これでロボ打つと、やばいやばい、もうやっぱダメじゃん、そんなんダメじゃん。あ、ほらジョイーンってなってるやろ。あれ、さっき交換忘れた。マジ革命やわ、その、何やったっけ、エフェクト。ジョイーン、ほら、溶けとるやん。すごすごだいぶすこやれ。おりゃー、でも下手くそや。バレープレミア走るの遅いからな。ムムムってない、お前。お前こそ隠すめんどくさいねんぞ、お前。そうやってお前、ムムムって言いたいから言うてるんか知らんけど、お前隠すめんどくさいねんで。お、めっちゃ溶けるやん。いいな、これ。え、ちょ、どうしようキャラ。悩むなぁ。あ、あ、え、10体で行ったんだ。え、来いよ来いよ。うい。はい、あかん。ジュダの方が走り遅い事件。やばいやろ、ほんま。頼むわ。やばい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 、それはいや、それは無理。え、ちょ、お前もう緑ちゃうやん。どういうことやねん。もうこれサクラで行くしかないやん。てかもうサクラめちゃめちゃ需要上がったよな。こうやって雪コートの、雪滑り雪コートもさ、これ冬から春に帰れるやん。こうやってウィーンってほら。プラス、もうこれ今 SS ドライバーやから SS 風に効きません。うん。ほんで、避けてたら無理やった。でも、でもサクラの陣を出したら、あれやねん、ノクバせえへんから。え、マジでキアラにも勝てるし、あとなんや、 SS ドライバーやからエシリアがこのタワーに来ても勝てるっていう。いや、素晴らしいでしょ、だいぶ。いや、ほんま素晴らしい。で、王がちょっとな、この瞬間ロボができん。あ、相手グッドル言ってた。ガーン、あ、ゴーンな、あれガーンやと思った。え、ガーンやん。あの見間違えやった、シンプルに。これでもノコバ効かへんから、もキアラの怖いとこなんかないと。バキュン。ほんでまあこれでまあ SS 打つのを遅らせると。はい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 。ほんでこれで、あー、よいしょ、 OK。 いやー、ほんとね、いや、ほんまあの溶けるようなエフェクトいいよね。あの暗くなるのちょっとなんかさ、うんってつっかえたやん、目に。目によくなかったやん、あれ。やろ、なんかツイッターでも結構みんな言ってたもん。なんで黒なるん、なんなの、不具合ですかみたいな言ってたけど、なんか2週間以上なんか普通にその状態が続いたからさ、もう誰もつぶやけへんくなって、もうこれが当たり前となってしまったのですねみたいな感じでみんな絶望してたんやけど、やっと変わったんかな。え、これあれやんな、そんな不具合でこんな溶けるようなエフェクトにはなれへんよな、さすがに。さすがにそんなことはないと思うねんけれども。え、てかもしかしてもっと前からやった。え、でも俺あれやねん、1時間前ぐらいにやった時は普通に黒くなってるエフェクトやったから、あ、できてよかった。あの、うん、黒くなってるエフェクトからご飯食って、もうその たった20分の間にね、別にアップデートも何もしてないよ、シルテに。やのに変わった。え、そんなことってあるん。って感じやねんけど、もう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 、え、これサムネどうしよう、タイトル何になるん。悩むねんけど、なんやろな、溶けるようなエフェクトっていう謎なタイトルにしようか。なんでこんな冷凍がそんなさ、1500も超えてない人と当たってしまう。ほんでキャラ強ない。苦手なキャラばっかりなんやが、よくないよこういうのは。よろしくよろしく、マンボやで、ほんまに。うわ、いや、手塚、いや、お前間に合わへんって、お前。そう、おいって手塚、よいしょ。なんで取られへんの。おお、溶けるようなエフェクトいいね。で、王が増えたの、どうしたどうした。前までそんな王がおらんかったやろうに、強いことがバレてしまったんか。いやー、王がな、ちょっとな、きついねんな。燃焼が強すぎて枯れちゃう。はい、暗闇強し。あんで、これでも、おお、え、なんか溶けるようなエフェクトさ、角度変わったけどね。今右上に逃げていかんかった、
そんなことない。今びっくりしてんけど、ちょ見よう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 。今はちょっとなんかよう分かれへんエフェクトやったな。なんか横島に消えていった感じがあったな今。気のせい？いやそんな無理。ちょほんま手塚無理じゃない？走り遅いし銃だ。さくらとかやったら全然大丈夫やったりすんねんけど、これもさほら打ち上げんねん、ほらギアショー打ってもどういうことなん？なんでお前はそれを打った？めっちゃ前構えてたやろうに。まあまあ次は何コートかな。てん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 とかさ、俺朝は1500ぐらいやったやんか、レートずっとやってなかったからな。だわあとかだから、え何をで、あそうそう、だからレート低い人としか当たらんのかなと思ったらさ、レート2200超えの人と当たってさ、2回も5回中2回当たってんの、やばない？マジびっくりしてんけど。ほんで2人とも知ってる人やったし、ツイッターで仲良してもらってる人、まあ、1人は仲良はしてないんから、でも昔同じチームにおった。ああどうやったかな、ちょっとなんか仲悪かったような気もする、忘れた。とりあえず知ってる人やった。ほんでなんかすごい何特殊な編成やったからさ、ちょっと対応できへんかった。俺がクレイで負けたからさ。危な、俺相手の名前特徴的やったから今読み上げそうになったわ。あぶんな、ちょ俺もこういうとこあるよね、ほんま読み上げちゃうよね普通に。はい、ってな感じでハードレッツゴー。やっぱりね真冬で初では行こう。あ相手あれやん、吹き飛ばすラケットやん。バレーバレーバレー。え無理やって、お前無理やって、そんなスペシャルとか歌んで。うわあ頑張れ頑張れ頑張れ。あ無理やろ。なぜリリカ無理だろう。よいしょ、はいやらかした。おう、えどうしようかな、何でいこうかな、エクセリアかな、エクセリアエクセリア。えそれホルトホルトホルトやった。ノクバムコノクバムコとかいります？出た、もう交代時リリカもう得て、いやもう絶対点決めるからな俺。はい、いやどうしよう、えどうやって勝つんこんなんて。いやお前エグいって、よいしょ、いやエグ、もう SS 溜まったってことやな、エグ、そんなこと起きたあかんやろ。これで左右に振ると相手地面ギミック無効じゃないから、あ全然意味ないやん、全然意味ないやん。あいいよいいよいいよ、ダメージ勝ちしてるよ、いいよ。はい、このラケットはダメージ厳選のラケットなんでね、皆さんエクセリア持ってる方は絶対このラケットにしてくださいね。ラケットこのラケットねマジでエクセリア用ですから。ちょっと説明するのめんどくさいからちょっとしたくないねんけど。なんかこれこのラケットはなんかジャスト確定みたいなやつあるやん、闇の王子とか見えへんって、そんな。ほんま iPhone きついよ。そうだからジャスト確定とかのあれを無効化するラケットやねんこれ、自分がな、自分が無効化されちゃうっていう、引っかかったと思った。やからえ何の話してた。あそうだからジャスト確定を無効化するラケットやから、闇の王子とかジャスト確定になれへんねん、ずっとグッドで打ち続けるみたいな、ようわからんことなんねんやんか。ほんでちょきつ、お前それは無理やって、いや無理無理無理、シャル強すぎ。ちょマジでさ、リバーおらんくなってからシャル増えたでな、普通にシャルの時代が来てしまったよ本当に。そういうのは良くない。いやマジでさ、リバイももちろん加工するべきやったけど、リバイがおったことによってシャルの勝率が下がったわけやからさ、そんなさあかんでな、そんなん。どっちも加工せなあかんでな普通に。いやマジで運営間違ってるでな。ほんでリリカもさ、あリリカはどうやったっけ、普通に巨人来る前にそんな勝率上がってなかったんやっけ。でもとりあえずさ、巨人がおったことによってリリカはあんまおらんかった、戦場におらんかったわけやん。だからリリカもさ多分で、リリカも加工せなあかんよな普通に。で普通にラインズマンキャラ強いでな、声も強いしな、あかんであんな。いやーでそれどっちの王子、闇の王子の、えだから相手あれやん、名前忘れた、キアラで打ってさ、サクラ出しただけで相手もあれあかんやん。おー俺が好きなラケット使ってるやん。
久しぶりに会った野良で当たった初めてかもしれへん、あのラケット使ってる人嬉しい。ほんとお前赤ラケも持ってるんけ。えお前闇の王子の赤ラケって意味ないんじゃないん。えちょあんまいまいち分かってないんけどさ、え確かそうやね、闇の王子って赤ラケ機関って有名やんな、なんかそういうイメージあんねんけどちゃう。えやばな、赤ラケとかほんまに意味ないんじゃないんそれ。えでもこれジュダーで売ったら多分一瞬たまないって SS、 相手今 SS 打てるぜーってなってんで。はい、暗闇に見えない、ナイス。え、ちょ、リープルカートル使ってるやん、相手。うれしい。うれしい、しいやで。よいしょ。まあ、見たことないねんけどな、しっしーの YouTube。なんか、あー、どうも、スカイピースっていう人やろ。ふふふ。超にわかやねんけれども。よいしょ。これで、まあ、無敵だけで、オバフロにして、で、フォア禁止。そうフォア禁止って出てる時に SS でフォアに打っても相手はフォア禁止になれへんねん。あの、ね、意味わからんかった人はもうスルーしてくれたらいいねんけど、あの私の説明はもうこれ以上の説明できないからあれなんやけど、てか暗闇機械のきついな。はい、起動で勝ち。いやー、え何時ぐらいまでしようかな。もうそろそろ終わろうかな、もう俺は疲れた喋んのてな感じで、あの溶けるようなエフェクトでしたということで、また、まあ、また今日も動画もう一本ぐらい出すと思うのでお待ちしていただけたらなと思いますってことで、最後までご視聴してくれた方ありがとうございますってことで、またお会いしましょう。バイバイ。